クレバからの贈り物、平野紫仕様の特別なスニーカー、川口春菜と歌丸とのコラボについて、今回は音楽プロデューサーであるクレバさんが、元キングプリンスへの平野仕様さんに贈った特別なスニーカーについてお伝えします。その他にも、女優の川口春菜さんとライメスターへの歌顔さんにも同じスニーカーが贈られたようです。 一体どのスターがこのスニーカーを最も輝かせることができるのでしょうかクレバさんは自身のインスタグラムのライブ配信で、トベに所属する平野耀さんに、彼がコラボして作成したスニーカーをプレゼントしたことを明かしました。クレバさんはこのスニーカーを3人のスターに送ったそうで、その中には川口春菜さんと歌岩さんの名前も含まれています。 送り付けさせていただきました。どの人が似合うかなって考えて、とくればさんは説明しています。この特別なスニーカーは、スニーカーブランド Go With White とのコラボレーションで、今年1月に限定発売されました。 平野紫耀さんは、自身のインスタグラムでこのスニーカーを何度も履いており、カフェでレモネードを楽しむ姿や、スワンボートに乗っている様子をファンと共有しています。平野さんは以前からクレバさんのファンであり、キンプリの代表曲、一番の作詞作曲はクレバさんが手がけています。昨年末には、 5人体制の最後の紅白歌合戦でこの曲を歌ったことでも注目されました。ファンの間では、クレバさんと平野さんの関係性が話題となっており、この贈り物はファンにとっても特別なものとなったことでしょう。クレバさんは9月8日、クレバの日にちなんでライブ配信を行い、ファンがメッセージで平野のスニーカーに触れると実物の靴を披露しました。 その際、職人さんが一個一個手で高レーザー刻印やってくれたりとか、この靴自体が汚れにくい素材で作ってるから、汚れが落ちやすくなっている上にプリントするっていうのが難しくて、プリント何回もやり直したりしてね。結局3人だけあげたのかな。それしかあげられなかったっていう、と語っています。この特別なスニーカーの価格は税込4万。 9080円で、すでに売り切れているとのことです。クレバさんからのこの贈り物は、ファンにとっても、スター同士の友情に感動するものとなったことでしょう。結論、クレバさんが平野耀さん、川口春菜さん、歌岩さんに贈った特別なスニーカーは、音楽とエンターテインメントの世界で織りなす友情とコラボレーションの証です。 ファンたちもこの贈り物に感動し、それぞれのスターがどのようにこのスニーカーを履いて輝かせるか楽しみにしていることでしょう。今後、彼らの SNS でこのスニーカーを履いた姿を見ることができるかもしれません。読者への挨拶、この記事をお読みいただき、ありがとうございました。クレバさんの心温まる贈り物と、スターたちの友情についてお伝えできて光栄です。 今後もエンターテインメントの最新情報をお届けしますので、お楽しみにしていてください。